さあ続いてはこちら青天ボード、まずはご覧ください、はい、今日のテーマでございます、うん、早速皆さんに質問なんですが、はい、1日の中で最も気温が低いのはいつだと思いますか。朝、ね、朝、はい、正解は朝です。ですよ。え、簡単。今日は今日は簡単です。今までで一番あらあらじゃあ次ですよ、問題は、はいはい、ところが、本当にね、年間通してもほとんど朝最低気温になるんですが、うん、ご覧ください。これつい先週木曜日の広島市中区の1日の気温変化です。朝未明からね、こう9度前後で、まあ、寒いんですけど十分寒い。で日中上がって夕方以降ぐーっと下がると、うん、結果的に朝より下がっちゃった、うん、夜。実は冬はですね、最低気温を夜に迎えるという日もね、少しずつ出てくるんです。そうなんですか。まあ、そういうあの季節のこう特徴みたいなものがありまして、はい、で天気予報を見るときにですね、そういった特徴が天気図にも現れてますし、それによってね、いろいろな寒さ対策にも役立つというところもありまして、今日はそういったあたりをね、ちょっとご紹介したいと思います、はい、同じく11月30日のこちら、この日の天気図になります。特徴としましては、日本が真ん中にありますね、はい、で画面向かって左側に高気圧、はい、日本の右側に、まあ、大体低気圧のエリアありまして、あるね、こういう時どんなことが起こるのか、これね、一度もこのコーナーでもね触れてるので、うん、中西さん覚えてますね。ちょっとドキドキしちゃった。最初のクイズがね、だいぶこう下から入りました、ね、そうですよね。これもうお伝えしたことあるんですけど、最近ですか。最近やりましたっけね。最近ですよね。まあ2週間前も3週間前も、まあ最近っちゃ最近なんですけどね。はい、多分覚えてます。はい、あったかい空気と冷たい空気が混ざり合って季節が一個前に進む。あー、その回じゃない。これもやりましたよね。でもそのね、一周手前ぐらいだったから、ね、まあ、どういった特徴になるのかご紹介します。まずは登場人物、こちらにいるのが高気圧、日本の東側に低気圧、こういった状況の時に何が起こるのか、皆さんご覧ください。こちらでございます。そうだった、そうだった、くるくるだった、回るやつね。こうなるんです、引き込まれる。ああ、あれですね。高気圧は時計回り、こういう流れです、うん、はい、で低気圧は反時計回りに回って、まあ大体こんな感じですね、うん、はい、で要するにこういう風にこの上、北からのこの空気の流れというのが強まりまして、うん、風が生まれるんですね、うん、で北からの風なので冷たい空気がどん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 入ってくると、うん、でこういった、まあ、まさに西高東低冬型の気圧配置、うん、でこういった日はもう一度ちょっと温度変化に戻りますと、日中晴れてもその冷たい空気がどん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 送られてくるので、日が沈んだ後にグググググッと最終的に朝よりも気温が下がってくる。3時ちょっと前から下がり始めてるっていうことですよ。特にね、日没後の気温変化っていうのが本当にこう現れやすい、そういった冬型の日になります。急落ですね。そうなんです。で先ほど寒さ対策にも役立ちますよというお話があったんですけども、特にですね、まあ、学生さんだったり働かれてる方、朝出かけて夕方以降帰ってくる方、まあ、朝十分寒いのでちゃんと寒さ対策ね、いろいろ着込んで出かけられるとは思うんですけども、夕方それ以上に冷えますので、おすすめ寒さ対策としてはこちら、さらに冬アイテムプラスワン携帯してお出かけしましょうというところなんですよね。服装は朝に合わせてました。そう、朝が一番寒いってばっかり思ってるからね、これで寒くなければ OK と思ってた。プラスでね、ちょっと対策お願いします、まあ、本当にね、ちょっと暖冬予想今週は色濃く出てますので、ちょっとまた冬型の気圧配置っていうのはね、ちょっと先のことにはなるんですけども、必ずこういう寒い日もまた訪れますので、皆さん寒さ対策しっかりとなさってください。来週もよろしくお願いいたします。以上、青天でした。